市の奥多摩に、飛鳥村の穏やかな風景や広大な自然が舞台となった NHK 連続テレビ小説飛鳥からテーマ曲風笛をお送りいたします。1999年に放送されたこのドラマは、ヒロイン宮本飛鳥が父を追って和菓子職人の道を目指し、故郷で新しい和菓子を作り上げるまでの40年の物語が描かれています。大島みちるさんが作曲したテーマ曲風笛は、オーボエ奏者だった宮本文明さんをフィーチャーし作曲され、20年近く経った今でもオーボエ奏者なら誰もが憧れる一曲です。本日はそんな宮本さんの風笛を聴いてオーボエを始めた中部方面音楽隊のオーボエ奏者、荻野亜紀副市長のソロでお楽しみいただきたいと思います。オーボエ独特の柔らかく温かい音色をご堪能ください。それでは NHK 連続テレビ小説飛鳥よりテーマ曲風笛お聴きください。
大声ソロは荻野亜希、自主賞でした。